あの、ああ、すみません。ここにおりました。先ほどから。そうですね。プロデューサーさんが帰ってくる以前より、すみません。存在感が希薄であると、よく言われます。アイドルになったというのに、 そうそう変われないようです。ところで、お伺いしたいことがあったのですが、私にバレンタインイベントのお仕事と聞きました。本当でしょうかすみません。祭事には疎い人間なのです。 書の世界にふけているうちに、季節は過ぎ去ってしまうものですから。それで、バレンタインイベントのお仕事というのは、真実なのですね。バレンタインの過ごし方すら知らない、この私が、ですか。 その、曰く、男女の中について盛り上がるイベントということは知っています。ええ。私には無縁な話ではありますが、お仕事であれば、それは関係ないのでしょうか。知識はあれど、 わからぬことだらけです。どうか、勉強させてください。<laughs> バレンタイン。今年は、怖くまで攻めてみよう。 うん、流行とは、流れゆく変遷を遂げるものなのですね。うん。あ、あ、あの、すみません。気づかずに。プロデューサーさん、いつの間にいらしていたのですかバレンタインについて調べていました。 文献にあたれば古き意味を知り、雑誌を読めば今の世での価値を知れます。バレンタインとはもともと宗教的な行事であったと言われています。その後、欧米では親しい人に感謝をする日になりました。日本では 聖火会社によって恋人同士がチョコレートを贈る日へと変遷を遂げました。その上で今年のトレンドは小悪魔であるとすみません。小悪魔というものについてはまだ調べきれていません。この服は 小悪魔的であると、店員の方が推薦を。知識はあれど、それが自分にふさわしいかわからないのか、私の欠点でしょうか。プロデューサーさん、今の私は、コアクでしょうか。